はい、皆さんこんにちは、黒柳正幸です。今日はですね買ったもの、紹介シリーズです。はい、ということで、今回は、カメラ関連の買ったものシリーズなので、まあ、興味ある人だけまた見てください。で、今回買ったものがですね、こちらです。じゃん、マンフロットの三脚ミニトライポッドエボリューションということで、こうちっちゃいやつね、こちらちょっと、買ってみました。こちらが、3400円ぐらいで、買いました。これなんで欲しかったかなと思うと、まあ、あの机の上とかね、まあ、こう一眼とかでムービーをね撮ったりするときに、ローアングルとかね、そういったものを狙いたいなっていうときに、ちょっと三脚、使いたいなと思ったりする時があるので、出ました。じゃん、こんな感じです。パカパカっつって足が開く、かわいいですね。うん、でこれがこう机に置いて撮ると、でこれがですね、おう、足も伸びる、ね、ちょっと調整できたりするんですね、これね。はいはい。で、なるほど、ちょっといろいろいじりながらこれ今普通の状態、三脚パターンですね。でこれがパッとここに切り替えスイッチか、切り替えスイッチがあるの、これ切り替えてみました。そうするとおお、そうするともうベッタンと全開にいくわけですね。なるほど、はっはー、これはかなりスレスレのとこまでいけますね、これはね。で、この赤いところで、ああなるほどね、ここがクリクリと動くと、ギュッと締めれば固定されると。じゃあせっかくなのでこれちょっと乗せてみましょう。ここを3、カメラ取り付けるの、これはあれですね、ここが取れずにここのネジでクリクリやってつけるだけか、これが便利なのか不便なのか、しっかりね、キャッと、そうするとね、こう自撮りするときとかもこう持てるのかな、なんていうふうに思ったり、こういう使い方もねできるかなと思ってます。なるほど、真下も撮れるわけですね、これね、首がグイッとなって、なるほど。で足を広げて、こんな感じです。こんな感じになっております。見えるかな、もうちょっとカメラ引こうか。まあ、こんな感じになって今立っております。こういうのをねやっぱ撮りたい。じゃあまあここにおもちゃのコップがありますけどね、これをちょっとこっち側で撮ってみましょうか。はい、今撮ってみました。今こんな感じで撮れております。じゃあこれで、そのままあの全開に開くパターンにしてみたいと思います。これ一回閉じないとここが変えれないのか、はい、じゃあ今ちょっと足をね全開に開いた状態で撮ってみています。こんな感じです。はい、こんな感じで使えるということですね。もうまあ今ここに携帯あります、スマホありますけど、こういったものをね撮るときにね、こうやって決めて、画角決めてこうやって撮れ、こういうのがねいいじゃないですか。
そうですよ、そんな用途で使いたいなと思うんですけど、こうまあ価格もねお手頃でどうかなと思ったんですけど、結構いいですね。結構使えそうです。これ撮影の何かの時でもあっても忍ばせておきやすいサイズですし、これね自撮りする時でも使える。でじゃあこうね、なんかご飯屋さん行った時とかにもねペッて置いておける。なんならね会話シーンなんかをねこうやって撮れる可能性もありますし。ね、こうやってお店で、こういった感じでね、机の上に置いて、トークを撮ることもできますね、うん、結構いいじゃないですか。あ、これは結構使えそうですね、うん、結構今初めて触った感じだと結構いい感じですね。はい、まあ、ということで簡単に買ったものを紹介です。今日はミニちっちゃい三脚で、ちなみにマンフロット人気ですけど、僕自分でマンフロット、買うの初めてです。初めてのマンフロット、これちっちゃいやつね、人気なメーカーなんでね、皆さん使ってる人も多いし、価格もね結構お手頃なの多くて、まあ、使いやすかったりね、するんで人気なんですけど、僕はね今まで持ってなかったんですね。このクリクリでカメラをつけたり外すが好き嫌い分かれそうだな、うん、まあでもこんな感じで結構使えます、うん、使えそうです、はい、ちなみにこっち今こっち撮っちゃったんでそっちは、今ハトラーですね。ハトラーのエース使ってます。普段はエースで、あとなんだリベック一脚、うん、まあでもこっちのハトラーがメインで使ってますかね。この Z150 とか載せるときは、そんな感じでまた何か、購入したらねこういったものを紹介していきたいなと思います。こいつは活躍しそうです。ありがとうございます。じゃあね。